大竹敦史料は、広島県広島市出身の元アマチュア野球選手、監督。2005年から2010年まで、早稲田大学野球部第17代目監督を務めた、同大学客員教授でもある。2012年より、ストック高校公式野球部 OB 会,会会長を務め、2018年より、同校監督に就任した。山中秀樹は、上小学校の同級生で一緒に、 三角ベースの野球に興じた仲だった。大竹が小学時に転校したが、早稲田大学で再開した。ストック高校では2年時に、同期のエース黒田真嗣を養子1975年夏の甲子園県予選決勝に進むが、広島省の山村緑人に完封負け。広島省の遊撃手は谷慎一であった。この試合では、大打出場にとどまる。 同年の周期中国大会から保守として出場。決勝で岡山東照を下し、翌1976年春の選抜への出場を決める。選抜では決勝まで勝ち進み、小山高を下し初の全国制覇を果たした。夏の甲子園県予選準決勝では黒田が、広島賞からノーヒットノーランを達成。決勝でも浜本隆二の板をのみ賞に快勝。 夏の選手権では、春夏連覇を期待されたが、3回戦で、長崎、海星高の坂井圭一に0から1で完封を、喫する。黒田以外の高校同期に、山崎隆三、小川達明がおり、大竹も含め計4人が、同年のドラフトで指名された。大竹は近鉄から3位で指名されるが、当時はプロに入団すると、柳川事件などの影響もあり、引退後に、 少年野球や軟式野球を除くアマチュア野球の指導者に転身することに制約があったことからこれを拒否して早稲田大学に進学。東京六大学野球リーグでは在学中2回の優勝を経験するが上級生に山倉和弘、金森英二、有賀義弘がおりなかなか出場機会に恵まれなかった。しかし4年時の1980年には正捕手となり、 一年下の二村香る、三谷志郎らとバッテリーを組む。リーグ通算33試合出場、78打数18、安打、打率、231、0本塁打、4打点。大学卒業後の1981年には、新日本製鉄広畑に入社、都市対抗などで活躍。1983年の社会人、野球日本選手権では、 藤高俊彦、西村元文とバッテリーを組み、準決勝に進むが、住友金属に敗退。同大会では優秀選手賞を獲得。卓越したリードで、社会人野球界でも評判の名保守となり、1988年、ワールドカップ日本代表となる。同年のソウルオリンピック野球日本代表にも、古田敦也と共に保守として選出された。 翌1989年限りで現役を引退。1994年には、新日鉄機密監督に就任。短所を修正するより長所を伸ばす指導で、新日鉄機密監督就任中には、氷か正人、と、松中信彦、森信治、小谷剛、野田孝介、渡辺俊介と6人の選手をプロへ送り出し、チームも、都市対抗野球大会の常連となったことから、 君津中高の祖と呼ばれた。2000年シーズンをもって監督の座をロ無ム博文に譲り優待。新日本製鉄の車業に専念しつつ、2001年の第34回アイブフワールドカップ日本代表では打撃コーチに就任するほか、高校野球の解説など常に野球と隣り合わせの日々が続いた。2004年秋季リーグ戦から母校、総大の助監督に就任。 前任の野村徹の指導を受け2005年、総大野球部第17代監督に就任。就任早々東京6大学春のリング戦で優勝を果たしたが、大学選手権ではベスト8とまり。2006年周期に2度目の優勝。2007年春期には完全優勝で連覇を飾り、第56回全日本大学野球選手権大会で33年ぶりの優勝を遂げ、 そして、大学の悲願である、日本一を達成した。同年周期には、チーム3度目となる3連覇で部40回目の優勝を果たし、大学創立125周年記念式典を行ったばかりの節目の年に花を添えた。続く、第38回明治神宮野球大会では、東京六大学勢初の4冠は逃したものの、準優勝を収めた。 2008年までの4年8シーズンでリーグ優勝5回、全国大会優勝1回を記録。また、2005年には、竹内真一、落ち大輔の2選手、2006年も宮本健山本一徳をプロ野球へ送り出すなど、選手育成の手腕を見せている。2007年は、斉藤祐樹らが入学、入部し、早速年明けから、 斎藤の北京五輪代表選出をめぐり、星野千一同五輪監督との確執がマスコミを賑わした。喧嘩、大竹ともあだなされ武骨ぶりを発揮している。また斎藤に対して一年の頃から不規則なロー手で当板させたことによって斎藤を潰した疑いもかけられている。采配では、投手陣を中心とした守りの野球を標榜している。攻撃面では、 選手層の豊富さが目立つものの、後期を着実に生かす試合運びの上手さを感じさせる。2007年春季リーグ開幕戦に新入生の斎藤を先発起用するなど、選手起用には学年や実績へこだわりすぎない柔軟さや意外性を見せる一方でミスを犯した選手は容赦なく、スタメンから外すなどの厳しさも持ち合わせている。保守出身者として高校時代に プロも注目していたサ山田武タの育成にも力を入れた。2007年秋季リーグの総計1回戦では、球審の判定を批判した上、報道陣の選手への取材も拒否した。これについては、各大学野球部 OB から批判が続出したが、謝罪文を提出したことで決着した。2010年の第41回明治神宮野球大会大学の 部で優勝を最後に監督を退任。後任には岡村武氏が就任した。2012年より、ストック高校公式野球部 OB 会の会長に就任。副会長には、同校野球部の同級生の山崎隆三である。2018年7月30日に8月1日付で、ストック高校公式野球部監督に就任することが、同校より発表された。ありがとうございます。